磯野くん、始めるわよ。CADオペレーター向けお役立ち情報チャンネル、CADオペチャンネル。このチャンネルでは、CADオペさんに向け、スキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けします。お届けするのは、ワンオペで男の子3人を育て、21年間で2350人のCADオペレーター技術者を指導してまいりました、インストラクターのみんなの建設の花澤さんです。どうぞよろしくお願いします。高単価で指名される在宅CADオペレーターへの第一歩、クラウドソーシングで10万円稼げるようになる在宅ビームシム90日チャレンジがいよいよ始動します。有料ソフトを2本も買うの、体験版や学生版でお仕事できないのっていう、その疑問や不安に答えようと思っています。ステップ3、始めたいけどソフトがない場合っていうところですね。ソフトに悩んでる人はぜひ見学会になります。オートディスクのですね、ソフトの携帯、あと簡易版 LT についてちょっとご説明をするというのと、あとあるあるっていうんですかね、聞かれることによってですね、体験版あと学生版っていうのがあるんで、それでなんでお仕事していけないのかというところですね。今日も3本立てでお届けします。はい、オートディスクのソフトの携帯です。今回90日チャレンジで業務レベルまで習得できるっていうソフトはですね、1つ目は21日チャレンジでもご紹介しています、レビットというオートディスクがある唯一のビームソフトとなるレビットの操作と、2つ目はこちら、世界的シェアのあるオートキャドと呼ばれるこちらのキャドですね。でオートキャドはですね、もしレビットもそうですが、もしここから始められる方はですね、30日の無料タイム試使用期間があるのでマスターということも可能なんですが、この期間ですね、90日でやりますので、そっち使えなくなる可能性が出てきます。はい、でオートディスク製品で共に世界シェアを取っているメジャーな優勝のソフト、お金のかかるソフトなんですね。また単発でなく継続的に在宅でお仕事をするとなると、必要不可欠、持てないとダメということになります。ちなみにレビットの価格はキャンペーンとか法人価格とか個人購入とかいろいろあるんですけど、こんな感じになっちゃうんですね。1年間で高いんです。でも簡易版を使用するってことでも可能ではあります。で簡易版 LT についてです。で実は簡易版と呼ばれるレビット LT を購入するという手もオートキャド LT もありますね。購入するとなるとこんな感じになります。それでもちょっと、高いかもってありますよね。2本買うって話になります。でもこれならなんとか大丈夫と思う人がいるかもしれません。お仕事する上では初期投資が必要な場合っていうのも当然ございます。でもあなたが選択する携帯が、もし派遣会社から派遣される場合は派遣先がソフトを購入している場合がほとんどなので、基本的にあなたの負担はゼロなんですね。ただ今回のようにですね、ご自身の在宅で仕事をするという場合にはそうはちょっといけなくなります。どういうことかというと、オートキャドとレビットそれぞれに LT もあるし、なんとですね、そういう場合はこの方法ですね、2つのソフトを同時購入する購入方法というのがあります。スイートという形になりますが、それだと1年間に97,900円、月だと12,100円で2本分ですね、オートキャド LT、レビット LT が使えるよというのもあります。1本ずつよりもこちらの方が多分若干安いかなというところがありますね。まあ、オートキャドレビットはですね、選択の仕方によってご自身の身の丈に合った選択ができますので、この話もですね、詳しい話はオンラインサロンでお話ししたいと思うのでお楽しみに。はい、じゃあですね、体験版や学生版でお仕事をしたらいけないのかというところがあります。で先ほどの補足なんですが、もしあなたが学生さんだったりする場合は、今回の90日チャレンジは学生版で受けていただいても大丈夫ですよ。よく聞かれる質問だけど、ものすごくですね、大事なことなので、あなたにお伝えしたいと思っています。それはこれ、体験版とか学生版があるんだったらそれでお仕事しちゃえばいいんじゃないっていう方がいるんです。ダメですってホームページにも書いてあるんですけど、いけないんです。ダメなんですね。オートディスクのホームページにも記載されるし、常識的に考えてもダメな行為となります。また世の中にいろいろな方がいますが、一度にも使用されたデータはですね、特定のエラー、例えば印刷時にメッセージが出てですね、透かしみたいな感じでメッセージが出て消えなかったりとか、
特定のコマンドするたびにですね、これは学生版で作られてますどうしますかっていうエラーが出たりとかすることになりますので、一緒にお仕事する方に対し迷惑行為でしかないので気をつけてもらいたい。でまた仕事となった場合ですね、特にオートキャドとかもそうですが、あのコンプライアンスの違反になってしまいますので、ぜひそれで仕事するというのはやめてください。続きの詳しい話はオンラインサロンですので、どうかお楽しみに。はい、ステップのさんです。始めたいけどレビットとではない場合どうでしたか？ソフトの話どうでした？いろいろな情報がありふれてますが、あなたにはしっかりと自分のことを自分で考えてどうするかを決めてほしいんですね。私の経験も含めてあなたをサポートしていくので安心してもらえると思ってはいますが、今まさに業界でこれから先ですね、求められてスキルを兼ね備えるので、そんな未来を手にしたいと思いませんか？もうっていう方、もしあなたが未来を良い方向に変えたいと思っているなら、クラウドソーシングで10万円稼げるようになる在宅ビームシム90日チャレンジにぜひご参加ください。チャレンジはこちらでしたね。クラウドソーシングを中心にしますので、クラウドソーシングのことを知っていただきながら、なおかつオートキャドデビットをですね、基本操作というわけではなく仕事をするための操作を約1ヶ月ずつの60日ですね、そして発注者と受注者のミスマッチを防ぐ方法だったり、クラウドソーシング登録の仕方だったり、お仕事の見極め方などを30日動画と Zoom のコンサルでですね、進めていくというサービスてんこ盛りの90日チャレンジです。近日中心に募集開始いたしますので、この貴重な機会をぜひご活用いただければと思っています。さて次回の花澤さんはこちら。ステップの4、講師歴20年の建設の花澤が伝える稼げる操作レベルと基礎知識をお届けしたいと思うので、どうかお楽しみに。最後まで動画の方をですね、見ていただき本当にありがとうございます。最後にあれをいきます。ご用意はいいですか？じゃんけんぽん、まったね。建設のアナザーさんはノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノート、YouTube で私建設のアナザーを検索してください。よろしければフォロー、 YouTube の方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まったねー。